市後手秋山選手です準優12エースはインから堂々しきってこれで10戦7勝2着3本での輸出ですおめでとうございますありがとうございますフライング休み明けかと思ったんですけどもうそんな気配はね心配なくもう連日ぶっちぎりの強さを披露してオール2連隊のシリーズリーダーです、えー、ご自身ではここまで振り返っていかがでしょうか、はい、そうですねまあレースに関しては休み明けで不安があったんですけどあのエンジンにすごい助けられてはい エンジンも良かったということですねいいと思います、はい、もうじゃあ、えー、不安とかあと最終日何か欲しいということはもうないですかそうですねあのいい状態キープできているのであの明日も同じ状態でいきたいです、はい、じゃもうこのままの勢いよね明日見せるだけですねはい、えー、ではあとはちょっと確認です一号艇ですコース取りはどうでしょうまあ。 フット出たなりですけれども、一緒なら枠なりで行きます。はい。そしてあとはスタート、スタート間間接いかがでしょうか。まあしっかり自分のタイミングで行ってます。はい。ファンの期待も集まると思います。え最後ファンの方にメッセージを出しています。はい、えー。最終日一日精一杯やります。予定佐久間選手です。最初の準優第大樹レース2コースから上手く刺して優勝1番乗りです。おめでとうございます。はい。ありがとうございます。 えー、ドリーム四着以外は、えー、今日五日目練習も含めて五勝で三、えー、連対をね、えー、しっかりとキープしてます、えー、ここまで振り返っていかがでしょうか。えー、だいぶ船足は、うん、その日の調整でうまくやれてると思ってまあ足はいいと思います。はい。今節、はいえー、あの安定版もつく日もあったんですけども、うん、どうですか安定版つくつかない。ちょっとね安定版の日だけ調整がちょっとうまくできなくて、まあ、そこら辺だけちょっと課題でしたね。はい。はい えー、このところコンスタントに予選を突破、そしてここ琵琶湖では五年間ぐらいですか、えー。予選はきっちりとクリアしてますが、ご自身ではこれ相性いいところでしょうか。はい、ああ、琵琶湖は結構あのー、成績良くて、まあ、好きな水面の一つです。はい、はい、じゃあ、期待をね、持てそうですね。すえー、あとは本番二号艇ですが。はいはい、コースでどうでしょう。コースは、そうですね、あの柔軟に対応していこうかなと思うんですけど、はい。 はい、そしてスタート感いかがでしょうか。スタートね自分なりにはあのある程度行くようにはしてます。はい。はい、では相性のいい水面で活躍を期待しております。メッセージお願いします。えー、最後まで一生懸命走ります。三五点ハラ選手です。準優十二レースはコーススタートから展開をうまく生かして、高、えー、コースからのマクリ出しさらにトップ争いも制して三連単十三、えー、万円台の後輩等と琵琶湖連続優勝です。おめでとうございます。ありがとうございます。 あのスポーツ紙や予想紙のコメントは最近リズム良くなくパッとしないということだったんですが、もう今日五日目の授乳はもうね、そしてその前も連勝してすごいパッとしてるようですがいかがですか。いやもうたまたまだと思っています。はい。これはもう気配は良くなったんですか。いやーうーん自分の体感としてはあの良くないです、ね。まだまだ。はいはい。えー、最終日はそのあたりどうされますでしょうか。 そうですね。ちょっと気温が下がる予報なので、えー、その辺をしっかりあの体感練り合わせながら、あのレジあのレースまであの進呈したいと思います。はい、えー、3号艇コースよりはどうでしょうか？あのー、3コースから行きたいです。はい、はい、スタートは直前の三国でフライングがあるんです。その影響はありますか？そうですね。あのー、それはもちろんありますが、あのー、行ける範囲であのー、しっかりいいスタート行きたいと思ってます。 はい、えー。ぜひ優勝戦もパッとしたね、えー、すごいレースを見せてくださいファンの方にメッセージお願いしますはい、えー、優勝を目指して頑張りますので応援よろしくお願いします四号艇佐々木和信選手です準優第1レースはインコースから二着でこれで美学を連続優出ですおめでとうございますありがとうございます 予選は6コースからの4着以外は、れんがらみと好調で予選は3位通過ですね、えー、モーターの十八8が直前、峰竜太選手の準優勝モーターなんですが、手応えや仕上がり具合、いかかがでしょうか、うん、いい意味であ、普通なんですけどね、うんうん、いい意味でいいと思います、はい、全体的に。いいい,い,、ね、い,いい意味の普通ですね。いいあと、その普通以上にするために、最終日は整備調整、どうでしょう。はいうんまあ、微調整ぐらいいですかかねはりました さああとは、えー、本番松の宮で四号艇ですコースリはどうでしょうか。そうですね四コースから行けたらいいですけどねはい、えー、そしてスタート間今節いかがでしょうはいまずまずと思いますはいではファンの方にメッセージお願いしますはいえっ、ー、と優勝目指して頑張ります五号艇高橋選手です準優準優スは三艇四艇大激戦の二番手争いを制してそして直前床波について連続優勝ですおめでとうございますありがとうございます。 え予選はオール3連敗で6位通過ですね、モーター61が、えー、前回優勝エンジンということなんですけれども、手応えや仕上がりはいかがでしょうかあもう、あの、仕上がり大丈夫です。大丈夫ですか、はい、成績はちょっと初戦1着の、えーまあ二2着、3着、好成績なんですが、勝ちきれないかなというイメージもあるんですが、いかがでしょうそうそですね勝ちきれてないんで、うん。そんな うんそんな感じではないんですけどねはいあともう何が必要なんでしょうかいや気合です気合ですかはい、はい、ねえー、今日のこのレース見たら気合が溢れてましたけどもえー、あとは本番5号手ですコースでどうでしょうあこあの五コースからいきますはいそしてスタート感はいかがでしょうかえー、見ての通りですはいじゃあね、えー、最終日は優勝戦はぜひ期待したいと思います、えー、ファンの方にメッセージお願いします頑張ります。 露号店瀬能選手です。準優十チレース波乱後輩とんのレースを二着で琵琶湖連続優勝です。おめでとうございます。はい、ありがとうございます。初日はレンを外しましたが、二日目以降はレン絡みがついていますが、えー、ここまでもかなりいい具合に仕上がっているんでしょうか。そう、やっぱ直球の足はあんまり良くないんですけども、まあの、のたまりはしっかり合わせれていると思います。はい、はいえー。最終日はさらに整備調整はどうされますか。まあ、今日は体感的には一番良かったんで、朝から。 もうこの状態を崩さず、まあ、足は大したことないんですけど、行こうと思ってます。はいえー、あとは6号艇です。コースありどうでしょうか？いや、もう6コースからはい、はい、バシッとスタート決めていこうと思ってます。はい、そのスタートはどれぐらいを目標に 1> まあ、1丸全速理想です。はい、では最後ファンの方にメッセージお願いします。はい、えー、一生懸命走ります。ご0 0 0の程よろしくお願いします。